おはようございます7月8日午前10時23分モーニングショットをお届けしたいと思います、えー、本日、えー、ドル円に関しましては押し目の買いから、えー、135円の9080で買いで、えー、135円の50ストップ、えー、136の1525利食いを考えました、えー、ちょうど安値が先ほど135円の809アースクまで0.9銭届かずでございまして、えー、今上昇しております ちょうど私、80に差し値を入れておりましたので、これが今、アースクベース909まで上がれば、えー、ジンクスでキャンセル。で今89、898ぐらいまで上がって、あ今、90タッチぐらいですね。あ今、914になったので、すいません、これ、ジンクスでキャンセルになってしまいました。ライブでキャンセルになりました。えー、基本、推しを買いたい方向です。えー、先ほど、ロングのリグ136円の1525というふうに申し上げたと思いますが、 えー、と言って上がったからといってショートは振りません、えー、基本買いから回したいというふうに思います、えー、ユーロドル1.01の981.02の08で、えー、売りから1.0235でストップ1.016050、えー、利食いで、えー、ユーロ円138円の10ちょうどで買い137の80ストップ138円の6575での利食いを ポンド園、163円の3020買い、163円ちょうどでストップ、163の95、164円の0 5でリグイ、タイドル、1.202010買い、1.19の8 5でストップ、1.208595でリグイを、王子円、92の958 5で買い、92の60ストップ、93の4050リグイ。 タイドルは0.683525で買い、0.68ちょうどでストップ、0.68の8595折り食いえ、ニュージーエン、え83の8575買い、83の60ストップ、84の3545折り食い、タイドルは0.617060買い、0.6140ストップ、 のちょうどでリグイのイメージを作りました、えーまあ、ちょっとドル円拾えずに上がってしまったのは、ちょっと10銭ぐらいはね、ちょっともったいなかったなという気もしますけれど、いやちょっと8丸入りそうな感じだったんですけどね、えー、拾えませんでした。えー、今日はですね、えー、一回、あの雇用統計前ということもありまして、マーケットショートっぽいので、一回、また136円台、えー、上をやるんではないかというふうにイメージをしています。 この5円台であまりショートが溜まりすぎると雇用統計前に一回ショートカバー入るだろうというふうに考えております。えただクロス円もですね、ドル円が上がる分だけまあ堅調には堅調にはなるんですけど、えー、あまり大きなトレンドにはならずじり高かもしれませんが値幅としては狭いのではないかとえそんなようなイメージを持っております。したがって、えー、基本ドル円クロス円は、えー、まあ買いからは回しますけれども、えー、流行り食いで。えー 雇用統計の時にはポジションなしで迎えてみたいなとそんな風にイメージをしておりますあと一つご質問いただいておりますユーロドルが1.02を下回って数十年ぶりあの 19, 19年半ぶりですかねの安値となっておりますが、えー、ここまで値段が下がることを理由付けるためのファンダメンタルって何でしょうかと、えー、IMM のポジションを見てもユーロショート勝つ かつてほど大きく傾いていないように思いますがどう思われますかというご質問ですやはりあのこれ物価高に対するその利上げがですね欧州の景気悪化に繋がるということから来るやっぱり原油も含めてですけど天然ガスも含めてですがやはりそのエネルギーが上がるとやはり景気が悪くなるとそこでのそのユーロ売りという部分ですねで。 アメリカもその利上げ、インフレのために利上げをしておりますが、えー、欧州もまあ利上げをしています。でえー、ただあの、欧州の利上げの回数に比べると、えー、幅と回数に関して、アメリカの FRB の方が圧倒的に、えー、利上げに関しては前のめりです。で、その景気の方、強さを考えると、 アメリカと欧州を考えた場合には欧州の方が脆弱という見方を一般的にするのではないかという,ふうに思いますしたがって、えー、同じように、えー、景気後退懸念アメリカにもありますなんですが、えー、ドルとユーロを比べた場合に、えー、ドル買いユーロ売りの方がやはり圧力としては多いかなということで、えー、ユーロ売りが強くなるとあともう1つ あのもう20年近く、えー、やっていないパリティ、えー、私どもは経験ございますけど、そのパリティをですを、ね、攻めてみたいというディーラーの気持ちがやっぱりあると思うんですね、短期税に特に。で、えー、前回、パリティもと思ったところから大きく巻き戻されて、えー、損切りさせられた部分が前かつてございました。でえー、今回回だからもう1回攻めて 例えば1.01の昨日44まで、確か44でしたっけど、ね、やりましたけれどえ、ちょっと確認しますね、えー、4.4ですね、1.01、4.4までやりましたけれども、えー、これがもう一回下攻めして、えー、1.01を割ってきたりすると、1.00台に入るとですね、えー、やはりそのパリティを狙いにいく動きっていうのはどうしても多いのかなと。 ユーロの買いというよりも、多分下へ下がってくれば、やっぱりノックアウトと言いますかね、えー、売っていく球の方が多いような気がするんですね、なので、えー、瞬間かもしれませんが、そのパリティを狙いに行く人間が増えれば増えるほど、えー、海外一瞬引いて、えー、下攻めという可能性がやっぱり高いのではないかと、ただそのパリティを狙いに行って、ショートが溜まって、また大きく巻き戻す可能性というのは当然あるわけで。 やはりそのこまめに利食いをやりながらということになろうかなというふうに思いますファンダに関してはユーロ売りが欧州景気の後退とあとパリティを攻めてみたいというディーラー気質これから来てるのかなとそんなふうにイメージをしておりますまたご質問ございましたらぜひメールでお寄せくださいませよろしくどうぞお願いいたしますそれではモーニングショットこれで終了です